どうもこんばんは、折の晩酌でございます。今日は、大宮の劇場の楽屋からお送りしております。ちょっとブーンってね言うてますけども、環境良くするやつがブーンって言うてますけども、すいませんね、ご容赦くださいね。いやー今日は残念でした。惜しい試合でしたけどね、途中まではね。手に汗握る攻防を、攻防っていうかまあね、感じでしたけど、接戦でしたけども、まあちょっと今日は打線がねつながりませんでしたわね。昨日はねラオウがね、もう何ですか、ツーランホームランでね、幸先よくこう打線に着火していただきましてね、もうねオリックス打線がもううちも打ったりって感じでしたけども、ボーボー言うてましたけどもね。今日はちょっとチャンスは作るものの一本が出ずってね、ラオウがちょっとブレーキというね、感じでしょうかね。そうね、森友哉もちょっとチャンスでね一本欲しかったとこですけども、あと野口ね、野口が五タコですか。ちょっとね、まあまあまあ、オープン戦張り切りすぎたかな。ちょっと疲れ、お疲れモードでしょうかね。なかなかねちょっと惜しかったんですけども、まあ今日はね西武の先発の平がね、いや良かったからね。まあうちの大ちゃんも頑張ったんだけども、まあしょうがないかな。まあまあ勝ち越したからよしとしましょうって感じです。4月2日日曜日4対1負け、先発は山岡、大ちゃん6回途中1失点ね、好投ね。6回にね、外国人の西武の新外国人マーキノンにね、打たれてしまいまして、まあ、1失点。その後ピンチを作って、まあ、宇田川にスイッチということで1失点。まあまあよくね粘ったんじゃないでしょうか。まあ球数は結構いってましてね、100球超えてましたけども、まあよくまあ耐えたという感じでしょうかね。4回ね、これは茶野のヒットから始まったのかな。ノーアウトランナー1塁だったんだけど、ここでねラオウのゲッツーが痛かったね。その後まあ森はフォアボールで胸があかんかったかな。これ6回もねノーアウトランナー2塁ねツーベースで、西野かな、西野がツーベースで、あれかチャンス作ったんだけども無得点、で6回途中は宇田川、7回は総長君がまあつないでね、やってくれて、でちょっとまあここね飛んじゃったんだけど、ここね後でここに書いてありましたけど、ゴンザレスがねここでねホームラン打つね、同点レフトスタンドにね、左打席でレフトスタンドにね叩き込みましてね、同点に追いつくんですけども、まあまあこれだけやったね結局ね今日は。で8回はワンアウトランナー2塁からね、まあ、中川にバント刺してっていうね感じやったんだけども、ちょっとまあラオウは残念返せずということで、そしてやっぱこういう展開になってくるとやっぱねきつなってくるよね。点入れとかんとあかんとこで入らへんっていうことになってくると、今度相手のね流れになっちゃいます。ワゲスパックが捕まりましてリードを許しまして、鈴木君にタイムリー打たれまして、ここで3点差で残念、ね、負け、その後ワイルドピッチもありましたけど、ワイルドピッチってあれ取ってほしかったけどね、まあ若月さんやったら取ってたかなって気もしますけども、もったいないね若月昨日2安打してるのにね、使ってほしいけどねもっと。私はもうね若月さんはもう毎試合出していいと思いますよ。正直ね、
まあ、キャッチャーじゃない日は、DH でいいと思いますよ、私はね。若月、有効に使っていただきたいね、調子いい人をね。まあそのね、毎試合毎試合こうメンバーを変えるのはね、いいんですけども、やっぱね、若月どんどん使ってほしいんですよね、私個人的にはね。まあそんな感じでしょうかね、今日は、残念でございましたね。というわけで、さあ負けたということはやっぱ筋トレはしなきゃダメかな、今年も。そういうことでしょうか。わかりました、やりますね。というわけで以上でございます。さよならね。ここからはおじさんの筋トレタイムでございます。どんどんお腹がこう、でっかくなっていってね、ですね、これ良くないね。食いしん坊だからね、なんだかんだで。まあお酒もあると思いますけども、よいしょ。というわけで、特に今日はね、まあ語ることもなしということで、つながっていただきたいね。ちょっと以上です。疲れた、久しぶりだから。というわけでさよなら、バイバイ。